はいえー、皆さんこんにちは。サンソンチャンネルの、ね、牧ンソンです。で、最初にですね、えー、と特命さん、それからシモピーさん、えー、レッドバスさん、それからカッチャンさんですね。まあ、この方からがですね、あの投げ銭をいただきました。どうもありがとうございました。嬉しいです。ということですね。で、そうそう、ツイッターでですねあの、マイマイさんという方がですね、えー、やっちまったという言葉の要領としてですね、あの まあ、開示の対象になるような侮辱をしてしまったと。そういう投稿をしてしまったと。まあそういう意味なんだと。まあいうようなことをツイッターで投稿されてたんですけども、え今日はですね、あの別の要例についても、もうちょっとお話をしていこうかなと思っています。えとりあえず画面を共有しますね。こちらでね。はい。で、まずあの、ご報告なんですけど、なんか初めてね、この YouTube の削除依頼を受けました。これあの、社長さんの あの裁判の件について、ちょっと YouTube であの言ったんだけども、その社長さんのですね弁護士からですね、削除し礼という,うに言われました。理由としては、もうすでに社長を退任していると。で、一般人になっている。からまた、ちょっと嫌がらせかなんか受けてて、その名前が出てるとそ、そういうものをエスカレートをする恐れがあるということですね。で、私の投稿自体は全然名誉毀損でもなんでもないと思うんですけれども、 まあそういういことでちょっと協力してもらえなないいかとと、まあ、うことなんですねで、まあ、もちろん削除する法的な義務というのは僕は全くないと思いますけれども、まあ、ただそういうふうにお願いされると、まあ、私もねあの、温厚な性格なんで、<laughs> 分かりましたと、まあ、いうことであの削除をさせていただきましたと、まあ、いうことですね。いやこれがさ、あれだよね、いきなり100万がないとかさ、そういう話だったらさ、いやもう絶対削除しないですよね。 でもそいつの名前を毎日連行してですね、あの市会議員の選挙みたいなですね、あの山口山村、山口山村、山口そ村です、あと一発山口そ村ですからですね、そんな感じでもう毎日連行してやろうかなと思ったんですけど、まあ、今回はちょっと削除しましたということです。このあと今日ですね、あの清水先生、神田先生、中澤先生がですねあの、改正プロバイダー責任法のなんか配信をしていましたね。で1時間前見たんですけども、な,なるほどなとあの、非常に勉強になりました。 であのログイン型の件ですよね。あのログインのときと投稿の日時が違うと、まあ、いう件に関しては、一応解決法的にある程度もう解決、ほぼしたいみたいですね。ただ、手続き全体としては結局仮処分と本数をまくっつけただけというような印象をちょっと受けていますね。ただ、今でいう仮処分のところは、ちょっと容器がかなり緩くなるので、通りやすくなるみたいです。まあ、ちょっと今、まだ勉強不足でコメントできる立場にないので、もうちょっと勉強してからですね。またあと、あの、 規則とかでですね、いろいろ細かいところ決まってくるみたいで、まあ、そのあたりが決まらないと、ちょっとあのコメントのしようのないところもあるんでね、またおよい,おいえコメントしていこうかなと思っております。で、今日のメインテーマなんですけれどもえ、令和3年は4927ですね、発信者用改正給であの、民事一部の事件ですね、まあ、原告、伊藤遥、ハーチをですね、代理人もちろんえ福永克也ということですね。 で被告はですね、これ一回僕 CCS とか言ったと思うんだけど、これ CCN ですね、これ岐阜県のプロバイダーです。で、次回5月19日時15分と、まあ、いうことなんですけれども、えっ、ー、と、訴訟の対象になっているがランビさんという方の書き込みですね、えー、アットマークランビと一緒ですね。で、3月10日に、まあ、検討者、妊活詐欺、ハーチューと書いてある。で、それから、えーと、9月7日にやっぱりハーチューがやったような妊活詐欺というふうに書いてある。 どっちも認可詐欺という言葉がです、ね、問題だということになります。で3月1日に総除報ですねで、まああの。ツイッターの説明とかです、ね、その全部削除してうんと、ポイントになるところですけれども、結局、認可詐欺という言葉を展開していると。でこれはあの平成31年1月10日、もしくはそのちょっと遅い時点で、自ら認識していることを認識していた点と。 動機はビジネス目的であったという点に対する批判であると。まあいうことでですね。で、特にビジネス目的はないと。安定期に入ってなかったから公表してなかっただけで、特別なビジネス目的はないと。ですから、これは間違いであることは迷惑だと。こういうようなことを言ってるわけなんですね。で、これに関しては、私の見解としては、前にも言ったと思うんですけど、まず、妊活詐欺という言葉自体が、その必ずしも犯罪行為としての詐欺ですね、えー。金品を騙し取るという意味での詐欺として使ってないでしょうと。 ダーチューさん自身がですね、Tinder 詐欺とかそういう言葉を使ってますし、えー、そういった意味でですねその、必ずしも詐欺という言葉自体、お金を騙し取る、えー、ビジネス目的があるというようなです、ね、意味で使われてないでしょうと、まあ、いう点が一点。からまた、仮にビジネス目的があると考えても、まあ、実際、ハーチューさんですねその、アメーバーブログからそのアクセスに応じてお金をもらっているわけですよね。からあと、妊活の方もその後出してますし、まあ、 これでビジネス目的ないっていうのはちょっと少なくとも外形的にはちょっと無理なのかなというのには僕は思っています。すんで、えー、ちゃんとね、視、え、聴、ー、立証すれば、これはあの勝てる案件なのかなとは僕は思っているんですね。うん、ところがですね <laughs>、CCL との答弁書ですね、岐阜県の会社らしいんですけど、なんと被告ですね <laughs>、本人訴状なんですよ <laughs>。 で、代表取締役、宮古島さんっていうのかなで、技術部の市原さんっていう方がです、ね、なんかえ担当しているようなんですけれども、政、は、権、い、の指に関する答弁ですね、請求規約制被告の断絶の判決を求めるとで、まあ、原告に関しては知らない被告については認めると、ツイ,、えー、ツイッターについてはおおむね認めますよと、から投稿内容、権利侵害の疑問役制ですね、さっきの妊活詐欺が、えー、権利侵害になるかどうかっていうところに関しては、知らない、<laughs> 争うじゃないんですね、知らないなんですね。 で正当理由に関しては、一、ま、般、あの人は見てもいけれども、まああの、まあ、結論については争うと。損害賠償請求があったんだけど、これはあの争うということですね。うん、まあ、これ、どう見てもあの、回答書見ないで書いてるというところですね。で、これね、ランビさんに問い合わせたんですよ。でそしたらですね、ニ、まあ、人に聞いたところですね、まだ紹介が来てないと。 ということなんですね、まあ、そもそも発信訴訟を改正請求、本人訴訟でやるというのもちょっとどうかなと思うんですけど、<laughs> えー、紹介をしてないというわけですね、はい。で、プロバイダー責任制限法ですね、これ4条2項というところを見てみますと、開示関係勤務提供者、これは CCN のことですよ、は全項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者、これ、ランビさんのことですね、と連絡することができない場合、 その特別な事情があればよな回き、どうかするかについて、どう配信者の、意見を聞かなければならない。ということで、ですね、これ、どうも意見を聞いてないようですね。これはですね、ちょっとプロバイダーがやっちまった案件なのかなと。これ、もあたた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 って感じですよね、いやー、これ、プロバイダーやっちまったんじゃないですかね。 という気がいたします、だからこれ、ランビさんにおそらくこれ、紹介してないですよね、うんで。しかもランビさんがわざわざ電話かけたら、いや、そんな裁判やってないっていうですね、そういう返事が来たらしいんですよね。でこれ、完全にやばいですよあの。発信者の改正請求の42項、あの多分違反している可能性高いし、っていうことですよ。これ、ランビさんだから、反論の余地なくですね、これ、会社じゃどうするんですかね。 でしかもこれさ、あの株とかに裏側とか10回ぐらい書いてあるんだったらですね。<laughs> これは紹介しなくても、いや、どっちにしても開示だからしょうがないよと。前話になると思うんだけど、これ妊活詐欺でしょこれ争えば変わってる可能性かなりあるじゃないですか。なので、これはプロバイダーがやっちまった案件だと思いますね。<laughs> で、これ、ランビさん、絶対これもプロバイダーにですね、もうファックス送って内容書面送った方がいいですよ。うん。 であのマジでやばいっす。で、これ、多分本人訴訟なんで、多分そのあた法律、法律詰めてないと思うんだけど、あのちゃんと、あの、する義務があるあの、紹介する義務があるわけだし、実際にはこれ、理由もですね、あの紹介しているプロバイダーがほとんどですよね。で、まあ、その理由をですね、ちゃんとあの回答の方にあに反映さ、えっと訴状のほうにですね、反映させなきゃいけないと僕は思ってるんで、全課中義務あるからね。なんで えちゃんと理由つけて、証拠もつけて、で、こういうことで書けと。で、こういう反応しろと。えじゃないと、お前全注意決めやんだと。まあ、いうことをですね、ちゃんと言った方がいいと思いますね。はい。というわけで、ここまでひどいプロバイダー、あの、本当にこれ紹介してないんであればですけどね、あの、こうちょっとこれはひどいんじゃないかなと、プロバイダーやっちまったのかなというふうに今思う案件でございました。はい。よかったらチャンネル登録と高評価ですね。それからコメント欄投げ捨てもよろしくお願いします。おやすみなさい。